宮古島市民球場は沖縄県宮古島市平良座西中曽根の宮古島市多目的運動公園内にある野球場。宮古島市が運営管理を行っている。かつてプロ野球のオリックスバファローズが春季キャンプに使用していた。なお、同じく宮古島市が運営する宮古島市営球場は本球場とは異なる球場である。1992年。 当時の平ら市に平ら市民球場として会場。コケラ落としとして2月29日に横浜対洋、ホエールズ対中日ドラゴンズ戦が行われた。翌1993年から2015年までオリックスバファローズの春季キャンプ地として使用されていた。また、大学や社会人野球のキャンプにも使用されている。二千五年十月一日、宮古列島のご市町村が 新設合併し、宮古島市となったのに伴い、現名賞に解消した。2019年度からは指定管理者制度が導入され、宮古島市スポーツ協会が管理を行う予定である。宮古島市では、2021年4月の教用開始を目指して、宮古島とイラブ大橋でつながるイラブ島に新球場の整備が進められており、完成後は本球場に変わって、 宮古島市のメイン球場に位置づけられる予定である。本球場は会場の翌年の1993年からオリックスブルーウェーブの春季キャンプ地として使用されていた。しかし会場以来財政難などから施設面の改善は進まなかった。屋内練習場は全面クレー舗装で人工芝は付設されておらず野球専用のグラウンドも市民球場の一面しかないなど 周辺施設が手狭であったため、オリックスのキャンプは市内ぐすくべ地区にある宮古島市ぐすくべ総合運動公園と分散して実施する形式となっていた。2005年には2軍の二次キャンプが高知市東部野球場に移された。市はこのうち屋内練習場の全面人工芝化を2006年中に実施する予定だったが、同年9月に 台風16号の襲来で練習場の設備が一部破損するなど被害を受け着工が12月にずれ込んだ。また11月30日にはオリックスの金田義林管理部長小林進成育成部長が施設を視察したが第二球場の整備やブルペンの拡張などが進んでいないことについて14年間で要望が形になっていないことが多いとして主側に 施設の改善を求めた。金田らは、宮古島で続けられるのが一番いいとしながらも、改善がなされなかった場合は2008年シーズン以降の撤退も示唆していた。だが、その後も、施設の改善は、父として進まず、2010年の春季キャンプでは、市民球場の外野部分に雑草が入ったままとなっているなど状態は粗悪で、オリックス、村山義尾球団本部長が、 プロが使うグラウンドではないと発言するなど、施設面の不備が指摘された。球団側は2010年2月13日に市に対し、改善を要請したが、十分でない場合は2011年シーズン以降の撤退を再び示唆した。市側はこれを受け、2010年中に外野の改修工事等の対策を行った。2014年8月25日、 オリックス球団は2015年度の春季キャンプから1軍の会場を宮崎市の宮崎市、清武総合運動公園野球場、即権スタジアムに移し、宮古島市民球場から撤退することを発表した。また、2軍については2015年度は引き続き、本球場を使用するが、次年度以降については宮崎への移転の検討を行うことも明かされた。 2015年8月24日、オリックス球団は2016年度の春季キャンプよりに、軍も宮崎に移転して、12軍合同キャンプを行い、宮古島からは完全撤退することを発表した。この際、オリックス、瀬戸山隆三球団本部長は、宮古島には大変お世話になったが施設の老朽化もあった。12軍合同でやれた方が、チームのためになると思い、 団長の思いで宮崎に移ることになったと説明している。これにより、オリックスブルーウェーブ時代の1993年から始まった宮古島での春季キャンプは23年で幕を閉じることになった。本球場のメインスタンド正面向かい側には、オリックスが1996年の日本シリーズを正式日本一に輝いたことを称える記念碑と年月日に、 死去したオリックス元監督、扇明を称える検証費が、それぞれ混流されている。扇の検証費には、彼のザウの名、シンアセフランが刻まれている。扇が亡くなった直後には、球場の名称を、扇明球場に変更することも検討されたが、実現しなかった。ありがとうございます。